どうもこんにちは、斉藤です。今回なんですけども、ここにいるブラッドストーカー使って Y 版の卵を盗んでいきたいと思います。本来ね、ラグナロクにはブラッドストーカーいないんですけど、果たしてこいつの機動力をもってすれば Y 版の卵を盗み出すことができるのか検証していきたいと思います。それではどうぞ。じゃあね、早速潜入していきたいと思います。いやー、多分ね、全然いけると思うんやけど。まぁ、ちょっと緊張すんな。まなんせ初めて、うぉ、やぶねえ。うわ、おる、もうおる。もうおる、あっこに。ちょっと待って、あっこはちょっと怖いな。もうちょっと潜入しやすいとこ探そうか。ちょっとこの辺の虫すらちょっと油断ならんのが、ちょっとブラッドストーカーの弱いところではあるんやけど。来とる、危ない危ない。あいつ危ないな。怖いな。ちょ、プルモノスコルピウスも油断ならへん。さあ、潜入していきましょうか。うおー、あいつめっちゃ徘徊してるやん。怖いな、あいつ。洞窟ある。え、危ないな、あいつ。マジ、普通に。ああ、下にあって、卵どこにあるやろ。ん？来てない。気のせい。なんか影見えんかった、上。ちょっと怖いな。とりあえずちょっとここに避難。この洞窟なんやろ。あんまり入ったことないな、ここ。ちょっと待って。危ないな。卵が、うわ、ちっか！近いな。あっこかな？ あれか。あったあった。見えた。卵。え？めっちゃ来てない？なんか影さっきからすげえ映んねんけど、あいつの影か。ちょっと卵レベル確認しましょう。これ。見えへん。こっからじゃ見えんか。うわ、ちっか！ライトニングワイバーン。怖いな。よりにもって、ライトニングワイバーンやん。ちょっと待ってね。ちょっとここ危ないな。ちょっとあっち行こうか。まあ脱出はね、容易なんで。一瞬でこうやって逃げれるんでね。ブラッドストーカーの機動力をもってすれば。よし。この辺どうや？登れ。おーっと、近いな、あいつ。かっこええ。かっこええな、あいつ。いやー、なんか引っかかっとるけど。レベルなんぼやろ。90か。うわ、危な！思ったより多い。大丈夫か、俺、潜入できるか。多いな。ポイズンか、あれ。ポイズンか。ブラッドストーカーね、さすがに戦闘力全然ないんすよ。だからもう戦ってしまうとアウトっすね。もう、見つからずに一瞬で帰らなあかん。よし、ここか。うわ、おる！近いな、あいつ。ライト近いな。で、虫が邪魔。マジで。周りの虫が邪魔。ブラッドストーカーの、ちょっと位が低すぎて、襲われるんよな。うえ、近いな、あいつ。めっちゃ来てるやん。ちょっと待って。こっちの方が安全や、むしろ。あ、でも、あいつがどけてくれたのなら、今のうちに行けるのではないのか。あっち行ったな、あいつ、ワイバン。そこにおるわ。やべ、見つかった。やべ、あー、ちょっと待って。ちょっと待ってください。突っ込んでもうた。おう。突っ込んでもうたね、これ。行って。ちょっと待って。帰ってきましたって言いたいところなんですけど、ちょっと待って。よし。行きましょう。リベンジ。うわ、危ない。これさっきこいつに殺されたんや。ここの火山に。こっちやな、こっち。
配置、うわ、なんかあいつ、これ休んでる。邪魔やな、あいつ。なんであんなところ休んでんねん、あいつ。ライトどこ行った？ライトは今いいひんのか。よし、とりあえずこっち行こう。あー、待って。上がりにくい。おぶれ。おぶれ。あ、こうやってぶら下がっとこう。大丈夫、バレてないな。なんか戦闘局はこれワイバンちゃうな。あれ、です。どこやったっけ？あれか？違うか。この角度やと全然見えんな。あ、ライト下のやつか、あれ。あれか、危ないな。えらいとこおるな、あいつ。ファイヤーは、俺に気づいてないな、ないよな。怖いな、あいつ。あんなとこにおってよ。ちょっと待って。とりあえず探そうか、卵。あぶね。待って。大丈夫？バレてない？あぶねえ。オッケー。で、卵どこや、マジで。あれ？卵この辺にいなかったっけ？あれ？どこや？ここじゃないのか？なんかこの辺じゃなかったっけ？見失った。ちょっとあまり寄れもせんから。ここか？違う？あれ違うか？あれこういうとこなかったっけ？あれ Y-1 全然いい日になってるやん。あれ Y-1 ご不在ですか？下行こうか。あー待って！あー。よし、行きましょう。3回目。いや、強いな、ワイバン、マジで。敵対範囲がマグマの火じゃねえ。やべえ、あいつ。早いし。いや、でもね、やっていきましょう、卵。思ったよりきついな、でも。やっぱ、ちょっと舐めてたワイバン。あー、マグマ。よし、とりあえず上に逃げよう。ふんふん。今映ってないけど、これ映ってないだけかな。ちょっとオンでやろうな。で、卵の場所がな、どの辺なんやろな。一個しか見てないからな、今んとこ。あ、見えたな、一瞬。一瞬見えたぞ。うわぁ、おった。ライトニングか。どう行こうかな。ん？あっこ卵あるかな。見えんな。見えんな。あんのかな。本来ありそうやけど、近づいたら出んのか。怖いな、あっこ。行くか行かんかやけど。他探すか？どうしようかな。とりあえず、ちょっとね。あそこに入ってんねやったらな、まあちょっと近くにもあんまりいいひんし、まあマグマに突っ込みそうやけど、それはちょっとあるけど。うわぁ。下にライトで、ファイヤーがその辺におったはずよな。どこ行ったんや。ん？左？あれは？違うかな。あったー！あったぞ！あんなとこにあったんか。あれ取りやすいな。ライトニングワイバーンかな、あの色。さあ、いるかいないか。ワイバーン、明日のあのライトの卵かな。怖え。怖え。大丈夫か、いねえか、親。結構下やな。よし。なんとか卵前まではたどり着いた。あとは、25!
まあでもどうしようかな。いいか、いいかな。今回はちょっと撮る目的やし、しかもちょっときついわ、思ったより。よし、行きましょう、逃げましょう。行け、ブラッドストーカー。引っかかる、危ない危ない。あー、逃げれるか。お、今のとこ来てないんちゃうか。ワイバン、いけるか、逃げれんちゃうかこれ。おお、早い、雲早いぞ。いけたんちゃうかこれは。よっしゃ、オッケー。後ろは来てない。ミッションコンプリート。あー、いけた。いけへんかと思った、マジで。あっぶねー。いやー、でもブラッドストーカーでもワイバーの卵なんとか取れますね。じゃあね、早速さっき持ち帰った卵を孵化させていきましょう。よしよし、来た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 。ライトニングワイバーン。生まれるぞ。生まれた。よし、こっち来い。メス。あいつ火当たらんかな、大丈夫かな。あいつ引っかかったか、もしかして。なんか来ねえな。あー、そっか、ワイバーンのデカさで水獣やから引っかかった、もしかして。引っかかってる。ちょっと待って、わかった、ちょっと待って、ボールに一回入れたるわ。よし、こっちの広いところで出したろ。ほら、出てこい。ちっちゃ。どんな色してんやろ。黒、黒、怖っ。可愛いって言おうとしたけど、怖っ。顔怖かったわ。あっちにいるライトとなんか違うな、なんか感じが。怖え。あ、背は、はい。なんか、ここ青いな。なんか面白いカラーリングしてんね、君。あ、ちょっと待って。捕まる、捕まる。よし。なんかこんなライト初めて見たかも。あ、肉渡してん。ちょっと待って。忘れてた。肉、肉誰か持ってへん。肉肉、ギガノト。あ、いじってるからめちゃめちゃでかんの、でかなんの早い。もう結構でかいぞ。黒いな、渋いカラーやなこいつ。これはなんか、なんやろ、オーソドックスなんかな、これがライトの。わからんけど。なんかライトって魚みたいな。なんか、黒かっこいいな。かっこいいね、君。ワイバーミルク欲しがってる。あ、ごめん。取ってない。今回。今回ワイバーミルクなしっす。ごめんね。血だらけやな。よっしゃ、成長しきった。はい、無事にね、ブラッドストーカーでワイバーンの卵を持ち帰ることに成功しました。まあまあ、もうすでに持ってるワイバーンとかグリボンで行った方が飛んのは楽なんすけど。まあそこは内緒で、まあ、ブラッドストーカーでも行けるということでね、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。